声楽院大学をお願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は声楽院大学について解説します。これね、完全にキリスト教の大学ですね。見学の精神、神を仰ぎ人に使うと、イエスキリストの根源的な戒めである主なるあなたの神とせよ、あなたの隣人を愛せよから組み出されているとのことですね。天理大学の動画でも創価大学の動画でもそうなんですけど、コメント欄見てるとね、宗教っていうだけで偏見持ってる方非常に多いんですよね。今回の声楽院大学にしてもそうですけど、見学の精神で言ってることって、要は周りの人を大切にしましょうっていうことなんですよ。教え自体はね、普通だなって思うんですよ。ちょっとそれてしまって申し訳ないんですが、話を戻すと、声楽院大学、キリスト教の大学ですと。なので、キリスト教関係のイベントも結構あるみたいですね。ただし、キリスト教を強制されるようなことはないようですね。なので、そういう思想的な部分は本当にないですね。イベントがあるぐらいです。この動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ。いつも通りですね。こちら、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地埼玉県となっています。設立年1988年なので、設立してからまだ25年ぐらいの大学ですね。学部としてはこちらの3つです。こちらの後ほど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数は2400名と比較的小さな大学となっています。二つ目、学費について。学費はこんな感じになっています。初年度でだいたい140万円ぐらいですね。2年目からは入学金がかからなくなるので、その分安くなっています。だいたい105万から115万ぐらいですね。私立大学の平均学費は年間114万円なので、それに比べると相場通りかなというところですね。学費についてはこんな感じで細かい内訳も公開されておりますので、こちら詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。三つ目、偏差値について。偏差値はね、低いです。だいたい35から40ぐらいですね。純文学部、日本文化学科のみ偏差値40と、それ以外は偏差値35となっています。偏差値ランキングで言うと、全767大学中667位、私立589大学中489位と、下位 20% に入っている大学なので、やっぱりレベルはかなり低い方ですね。四つ目、有名人について。有名人はこちらの2名ですね。ミュージシャンと俳優の方のみです。五つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先のみです。業種別就職割合はこんな感じになっています。また主な就職先で言うとこんな感じで、業種別に具体的な企業名が公開されています。就職実績全体を通して見た感想といたしましては、はっきり言ってあんまり良くないです。偏差値が低い大学ですし、設立してからの期間も短いのでネームバリューが低いです。ですので就職実績は正直言ってあんまり良くないですね。声楽院大学にどうしても行きたいっていう理由があれば別なんですけども、特に理由がない場合はこのレベルの大学に行くぐらいだったら浪人してもっと上の大学に行った方がいいかなと思います。最低でも偏差値50以上はないと大卒っていう学歴がプラス要素になってこないんですよね。大学を卒業してしまうと大卒の採用枠での採用になるんですよ。そうすると偏差値の低い大学って高卒よりも上だよねっていう風な見られ方をするんじゃなくて、大卒の中で最底辺だよねっていう見られ方をしてしまうんですよ。なので募集要項に大卒ってある頃を受けられるようにするために大卒の資格を取るっていうのはわかるんですけれども、あまりにも偏差値の低い大学に行ってしまうと今度は逆に就職しづらくなるよっていうのも頭に入れておいてください。就職実績についてもっと詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。次に声楽院大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、トイレが少ないと。意外とね、大学あるあるなんですよね。校舎によってはトイレがないとか結構あるんですよね。あとね、大学って高校までと違って敷地がかなり広いので、近くにトイレがないとか普通にありますね。二つ目、キャンパスが広くて快適と。こちら実際のキャンパスマップを載せています。この口コミいい口コミなんですけど、トイレが近くにないって言った後に見せたせいでちょっとなんか悪い口コミに感じちゃいますね。実際の口コミを見上げます。キャンパスが広いので伸び伸びと学生生活を送れますと。キャンパスの広さランキングで上位に入る大学ではないんですけれども、学生数を考えるとキャンパスは広いっていうことですね。同じ広さのキャンパスでも学生数1000名と1万名だと1人当たりの面積10倍違いますからね。3つ目、駅徒歩21分と。こちらアクセスマップを載せています。21分っていう口コミはね、かなり盛られてるかなと思うんですけど、15分ぐらいかかりますね。なので駅から遠いことは間違いないと思います。一応バスも通ってはいるんですけれども、個人的に駅まで電車で行って最寄り駅からバスで通うってかなりアクセス悪いなって思うんですよ。なのでアクセスはあんまり良くないですね。大学の周辺に住めば何も問題ないんですけど。はい、この動画では声楽院大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は羽衣国際大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。